ちょっと話戻り戻して、ここにロスチャイルドが書いた。世界支配をロスチャイルドと手を携え合って作ったやつがある。ロックフェラーです。ロックフェラーこそ政治、経済、社会、軍事、そしてその下に医療関係から全部支配したアメリカの。だから日本において優秀な学生がアメリカへ行く、ロックフェラーの生きのかかった大学行く、そこで博士をもらってきたら、あの先生は偉いとこ行ってどうこうのなる。みんなロックフェラーの息がかかってるわけ。しかしそのロックフェラーが2年前の3月20日死んだ。だからロスチャイルドとロックフェラーと言ったんですが、死んだ相手はロックフェラー内部で今ごちゃごちゃになってる。ほんでロックフェラーの息子さんが数人おりますが、そのうちの一人が、私はロックフェラー、つまりロックフェラー家がやってたことについて全部告白して、ロックフェラー家の家の罪を神の前に告白したいって言ってたんです。さすがのキリスト教の牧師まで、いやそれはやめとけ、危ないって言ったんですよ。アホちゃうかと思うぐらい。で飛行機乗ってて墜落しました。彼は死んだ。悪を発表させません。そうなってる。前にちょっと言ったことあるけど、野口英世って言ったら、ああ偉い先生やな、野口英世は偉い先生、もう偉い先生です。だけどやがてアメリカ行く。野口英世はね、あれほど借金した男はいませんよ。借金王ですよ。そして遊学行って女性と関係を持つ、そんなめちゃくちゃな男なんです。だけど日本でいう偉人伝の場合は、野口英世が成功したんで終わってるんです。ひどいです。で彼はアメリカへ行った。それなんでや言うたら、アメリカからたまたまあるお医者さんが来て、で通訳したんです。でそれを頼りに、すなわち野口英世は招待されてるんじゃないんです。それを頼りにアメリカに行ったんです。びっくりしました。アメリカの先生は、お前どうして、いやいろいろ面倒見ていただきたくてなって。ほんで野口英世がその先生を頼りにしながらアメリカの医学界なんかに食い込んでいく。なんで食い込んでたと思う。毒蛇だよ。白人が毒蛇を相手に医学をやる、つまり毒蛇に対してどういう免疫のものをやればいいか。だからアメリカにおいて毒蛇のガラガラ蛇を含んだ全部野口英世が掴んでやるよって言うんです。そしてよし、野蛮から来た国はこの程度のことができるのか。ほんで野口英世がいろんなことをやって、その当時猛威を振るってたアフリカの病気、黄熱病を調べるために今のガーナ行く。で自分が死んじゃったんです。野口英世を頼りに、結局頼りにしたのは誰だ。ロックフェラーです。そして彼は今ガーナで死んだ時に、もう鉄の棺桶に野口英世は入れられて、そしてアメリカへ届けられた。誰も見ちゃいけない。医療もさっき言った添加物、いろいろ言ったんですが、農薬全部ロックフェラーです。結局人を殺すんです。だから戦争する。今分かる。だから核兵器をやめないんです。これでドーンと何万何十万死にますから。だから負けへんぞと身構える国家もある。それがロシアです。負けないぜって。だから世界というのはもう残酷な世界ですよ。言って悪いけど残酷な世界だから、私たちは平和ないい時代を迎えたらいいな。それは日本人だから、それは分かります。僕もだけど、これから生き残るためにはもう大変です。さっき第二次世界大戦で日本が負けた。で日本は悪くございましたということでやった。それ全部これから日本をみんなが助けてくれたらいいや。違う、再占領ですよ。再占領です。日本の地下政府はどこで兵器を作ってるか。なんぼ僕でも今喋られ、核兵器はもちろん作ってる、もちろん。しかしもっと優秀な兵器がある、なんぼでもある。一つの兵器を言えば、例えば中国が日本に対してバーンとミサイル撃ってくる、しかも核兵器で。一つだけ言います、ある電波をこれに当てると撃った国に帰っていく。あ、もう普通です。
日本だよ。今から84年以上前にゼロ戦を作ってたんですよ。もう日本はもうそんなもんもすいませんでした、もうえらいことでございましてって言って YS11 を作ったね、旅客機を。ゼロ戦を作った船ですよ。アメリカも世界もびっくりしたんですよ。だからゼロ戦をやっつけるためにどうしたらいいか、アメリカを生み出したのは2機の戦闘機でゼロ戦をやることです。日本はあと生産力がなかったから戦争に負けたという形、技術はある。僕今日本である兵器を全部作ってると言った、そのうちの一つだけ今言いましたが、もう敗戦とともに何をしたんか、残存部隊というのがある。日本の軍隊で残存部隊、生き残った優秀な連中、そんな連中が近いもんおりましたよ。そう、もうそれ以上言わなくても分からん。生きるっていうそういうことなんです。この日本は僕皆さんいつも言ってるように世界で一番、次のことが大事や、本当のユダヤ人が集まってる国なんです。それと伊勢神宮の三種の神器は関係がある。5000万、イスラエルは偽ユダヤ人の国です。アシュケナージユダヤ人、その連中が安倍総理に不快感を示して靴を出したんです。チョコレート入れて。安倍総理は知ってますよ、日本が本当のユダヤの国だって。ユダヤ人の国です。後でまたお話しましょう。いずれにしろ今2つ、一つはわーって書いて申し訳ない、トランプの暗殺が起きうる可能性がある。それは世界を一つにまとめようとしている、特にロシアとかアメリカ第一主義で行くようなものは叩き潰しますよ。第二、南海トラフ、うわーっと来て日本が壊滅状態になるかどうか。そこで原発といった、近畿に住んでて大事な原発はどこや、若狭湾にある原発か、高浜とかいろいろ、それは違う、あれは日本海だから。今南海トラフの話をしてるわけよ。覚えておきなさい、一番怖いのは浜岡原発、これは静岡にある。これが爆発したらものすごいですよ。名古屋がまず壊滅する、あんまり遠くないから。その前に静岡、日本にも流れてくる、あ、日本じゃない、大阪近辺に。もう一つは愛媛県にあるじゃない、つけてた半島に、伊方原発、この2つです。伊方と 浜岡、覚えておいてる。そこを帰れば潰して放射能をずーっと流す。だから昨日リバティ情報研究に入っていましたけども、2000万、そういう数字です。だから3つなんですね。1つは地震、2番目は津波、そして第3が原発です。最近ちょっと言いかけた、皆さんの中にお金があってもうたまらんわ、もう顔のもうお金見たらもうしんどいわ思う人、前から言ってるようにできるだけ早く山の方に家を買ったらいいです。今日本の農家や大きな立派な家でどんだけ家が空いてるか知ってんの？450万ですよ。入ってない人いっぱいだな。年寄りが死んで若い人が都会へ出て行ったから。知ってるでしょそれ。そこで農業せいやとかそんなこと言ってるんじゃないんです。僕は早ければ南海トラフは来年の3月あたりまで起きるんじゃないですかって言ってるわけです。推測です。だけど今お金あってもうたまらん、俺もう福沢諭吉の顔見たらもうムカムカすんねん、もうありすぎてかなうまっていう人は先家買っといてる。大事なことは臨時情報という言葉です。さっき南海トラフ南海トラフと言いましたけども、 NHK スペシャルで今海の中にたくさんの危機を入れてる今、そして南海トラフが動いてる様子を 100% と捉えてるんですよ今も。みんなわかる、午前に起きるかどうか分からへん、違う、もうみんな分かる、それで言ってるわけよ。だから NHK がそれをまとめて発表した。そして何百度入れてる電気兵器です、電子兵器、兵器でいいでしょうね、それがもう数字をどんどん上げとる。そしていよいよ起きるかも分からない、それほど南海トラフがその溝が動き出しの早いとなったら発表する。それが臨時情報です。
そんなもんあるかい。そう、発表する人も困ってる。ほな、またあいつ言うたけど当たれへんだやないかって言われたらね。うん。だけどもう発表します。ほんで、発表されて、もう間もなく起きるかもわからないという場合の、次大事や。2日ないし3日前にそれがやる。テレビでも、いろんな形で。2日ないし3日前に発表ある。その時に、何言うてんねん、バカなやつ。そう。テレビや新聞見ないやつ。それはほっといたね。わかる人は、やばいで。だから2日3日前やったら車で逃げれる。そうでしょ。だからさっき、もう金余って車内したっていう人はホテル買っといたよ。借りといたらいい。そういうふうにお金使ったらいいんです。